木村白山は大正後期から昭和初期にかけて活躍した日本のアニメーター、映画監督。日本初のポルノアニメーション、住船の作者として名が知られる。出生や経歴に関してはほとんど知られておらず、名前の正確な読みも不明で、木村棒と白山坊の合同ペンネームという説もある。のんきな東山竜宮参り当初は映画館の絵看板や、 博覧会の背景画などを描いていたが、海外から輸入された漫画映画を見て興味を持ち、1920年代前半頃に北山映画製作所の橋口久に動画の指導を受けた後、朝日根魔名社の依頼で制作した時代劇アニメ赤垣源造どっくりの別れでデビューする。翌1925年には、金剣貯蓄、塩原助け、実録。 中心蔵を発表し、それまで児童後の思考であった日本アニメ界に劇画調の大人の世界を開拓した。白山の作風は非常に個性的かつ独創的で漫画調から劇画調まで多彩な筆致を駆使しながら時には妖艶な美女も描いた。中にはお国のためにといったシュールな作品も存在する。また、そう豊かなコマ漫画、のんな倒産のアニメーション化や 文部省映画の受託なども行った。その傍ら3年の歳月をかけて、日本初のポルノアニメーション、住船を自主制作するが、小石川警察署に検挙され、フィルムの応酬という浮き目に遭う。その後は、アニメ界と疎遠になり、日本空軍が中国で活躍する戦争アニメ、荒しを最後にアニメを離れ、戦中は画上の戦争総画などで絵筆を振るった。 戦後の消息や活動は長らく不明であったが、白山の師匠筋である、橋口久氏と関わりがあった悪名紹介の系譜を引く、幻想機メーカーの奥田商会が制作した幻想に、作画、木村白山というクレジットのある作品が近年、見つかっている。牛尾掃除の改装によれば、東方に入社したばかりの頃、先輩諸士から、隅船の素晴らしさを散々聞かされたというが、 ついに見せてもらえなかったという、作画、演出、監督など、ありがとうございます。